はい、マラボ18号です。前ね、動画で話させていただきましたけどもね、石川県のイベント行った時にサンダーバードっていうね、特急列車乗って行きました。行きはですね、目的地の小松駅を寝過ごして、帰りはですね、出発した瞬間ね、イノシシを引いて30分ぐらい止まるっていうね、散々な目に遭いました。そしてね、今回も、石川県の方のイベントにお呼ばれしまして、行ってきました。ね、行きも帰りもサンダーバード。ほんで、帰りのサンダーバードです。聞いてもらっていいですか？ね、サンダーバード乗りましてね、席が1個空いてたんで少し座りまして、ちょっと疲れたんで寝ようと思って、後ろの席の人にね、すいません、ちょっと椅子倒させてくださいって声かけて、ね、ボタンを押して椅子を倒したらですね、びっくりしますよ。戻るんすよ。ボタン押すでしょ？ね、ね。ほんで、持たれるでしょ？ほんで、椅子がピョーン戻るんすよ。ちょっと証拠のね、部位を取ってきたんで、ちょっと見てもらっていいですか？いきますよ。ね、ボタン押すでしょ？ボタンを押して、こう、後ろにね、ちょっと席をね、こう倒すですよ。ぐーっと倒して、倒して、倒して、戻るんすよ。ね。ね、こう持たれるでしょ、持たれて持たれて倒すでしょ、ほんでうゆーって油断したらフューッと戻るんですよ。こんなんありえる？これあかんと思って隣の席巻いてたんで、ね、隣の席のボタンあるでしょ、これをね押したんですよ。ほんでね、ボタンプランプランなんですよ。プランプランバネいかれて戻ってるんですよ。こんなんありえます？両方の席空いてる、両方のボタン壊れてるってありえないでしょ。いや、しかもね、後ろの女笑ってるんですよ。あの、ちょっと音量上げるんで聞いてもらっていいですか？笑ってるでしょ、明らかにこのことですよ。こう戻ってるこの状態見て笑ってるんですよ。僕声かけましたからね、すいません、ちょっと椅子倒させてくださいって声かけといて戻ってるから笑ってるんですよ。腹立つわー。ほんで結局これです。はいね、大阪まで約2時間半この状態です。もう地獄です。もうあまりにも眠たかったのにこうやって寝ました。いや、授業中か、何でわし特急列車でうつ伏せで寝なあかんねん。いや、ほんまもうあかん、サンダーバード。しかもね、あのサンダーバードで食おうと思って急いでコンビニで買ったね、あのガルボがあのほっこりマロン味だったんですよ。いや、僕マロン嫌いなんですよ。ありえへんでしょ、なんやねんサンダーバード。いや、ほんまにね、あの西村京太郎先生が書いたあの裏切りのサンダーバード、いや僕の方がリアルに書きますよね。出発していきなりイノシシ引いて止まったとかね、椅子倒してもすぐ戻ってきたとか、買ったガルボがほっこりマロン味やったとかね、僕の方がちゃんと裏切られてますからね。僕の方がリアルな実体験元に書きますんで、いや書いたろうかな、裏切りのサンダーバード。またね、近々ね、石川県行くことあると思いますので、その時はサンダーバードさん頼ますよ。僕をね、何事もなく無事石川県届けてください。ほんでね、帰らせてください、お願いしますよね。けどまあ今はね、もうサンダーバードに対してよりね、後ろでケラケラ笑った女の子に対してのがね、怒りが強いですけどね、腹立つわー。またね、次回ね、石川県行った時、またサンダーバードでの事件何か起こったら話させていただきます。どうもありがとうございました。